ガイゼンハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガータウンス郡に属す、市である。この町は、ビースバーデンと、リューデスハイムとの間のラインガー沿いに位置し、ワインの町、学園都市、聖堂都市、ボダイジュの町として知られている。ガイゼンハイムは、ガイゼンハイム短歌大学の所在地であり、ヘッセン内務省から、ホーホシュールシュタットの称号を授けられている。 本市の地域は、ライン側から、タウヌス山地の主脈に続く、ラインガウ山地南斜面まで、幅約3キロメートルの帯状におおむね南北に、伸びている。ガイゼンハイム地区やヨハニスベルクの下の部分、高度250メートル付近までは主に武道山となっている。北に続く部分は森に覆われている。森の端に巡礼修道院のある、マリエンタール住宅地がある。 さらに上の開墾地に、シュテファンスハウゼンがある。ガイゼンハイムの最も高い山は、ヘルコプフの474メートルである。タウヌス山地主脈の向こう側、カンマーブルクやラウクスブルク近くのエルンストバッハタール下流域や、ビスパー川砂岩を含む、背後地の森もガイゼンハイムに含まれる。ラインからビスパー川まで地域は、約13キロメートルの長さがある。 ヨハニス・ベルガー・シュロスのやや南、シュロス・ヨハニス・ベルク武道農場を北緯50度の遺線が通っている。基段の上に2つの中鉄製の標識があり、これを示している。街の前には長く伸びたライン側のナカスシェーンボルンシェア上がある。このナカスは再自然化の過程で沿岸から再び切り離された。ガイゼンハイムは北はロルヒ、東はエストリヒーコールビンケル。 南はインゲルハイム及びビンゲン。西はリューデスハイムと境を接している。ガイゼンハイム市は4つの市区に分けられる。中核市区、ヨハニスベルク、マリエンタール、ステファンスハウゼンである。ヨハニスベルクはガイゼンハイムでおそらく最もよく知られている市区である。この市区はシュペートレーゼの原産地でワインの産地として世界的に知られている。 ヨハニスベルク城では、無名のシュペートレザーの騎士の像がこれを記念している。メッテルニヒ行は、ウィーン会議後の1816年に皇帝フランツ一世からこの城の領地を与えられた。マリエンタールは、近くにあるマリエンタール修道院からその名が取られた。この修道院は、マリアの巡礼で知られており、また、世界初の修道院出版書が設けられた場所でもある。 ドイツ気象庁は、ガイゼンハイムに農業気象学の出張書を置いている。この速報書では1884年から継続的に気象データが収集されている。6から7世紀のフランク人墓地から発掘された壺、ガイゼンハイムは772年に初めて文書に記録されている。しかし、最初の定住は、 1954年と2016年の発掘で証明されたように500年頃になされた。この発掘調査では6世紀初めから8世紀初めのフランク人墓地の跡が出土した。中世から近世にかけてガイゼンハイムはマインツ大使教領に属し、1806年から1866年まではナッサウ公国、その後はプロイセン王国に属した後、 1946年からヘッセン州に属している。ガイゼンハイムは1864年から都市圏を有している。ナチ時代の1944年9月26日、ガイゼンハイムのヨハニスベルク機械製造 GMBH の工場にフリードリヒクルップの軍需製品製造計画を維持するためにナッツバイラー・シュトルトホーフ強制収容者の外部指令書が設けられた。 1944年12月12日に最初の強制収容所収容者がガイゼンハイムに送られた。200人の女性がバラックに収容された。この収容所は鉄道リューデスハイムビースバーデン線、ビンケラー通り、ロイタースハーン給油所の間にあった。収容者の多くはウッチのゲットーから連れて来られたポーランド系ユダヤ人で、それ以前はアウシュビッツ強制収容所で、 労働能力があるとして選ばれた人々であった。1945年3月18日にこの女性たちは、ダッハウのミュンヘンアラフ派強制収容所まで更新させられた。そこで、ひどい虐待を受けたが、最終的に5月初めに、アメリカ軍によって解放された。工場の敷地内には25人のソビエト人、戦争捕虜が収容された、会社固有の収容施設もあった。 この町は資料の中で歴史の変遷と共に変化する以下の表記で記述されている。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年12月31日に、それまで独立した町村であったヨハニスベルクが自主的に合併した。1977年1月1日に法律に、従って、ュテファンスハウゼンがガイゼンハイムに合併した。 ガイゼンハイム市長者ガイゼンハイムの市議会は37議席からなる。ヘッセン州の自治体法によれば、市長はガイゼンハイム市の場合市長と10人の名誉職の委員からなる市政委員の代表者である。2017年11月1日からクリスティアン・アスマンが市長を務めている。これは、 前任者のフランク・キリアンがラインガウ・タウヌス軍の軍長選挙で当選し2017年7月4日からこの職に就任したことによる選挙であった。これまでの市長ラインガウ・タウヌス軍の外前ハイム氏は1978年10月5日にヘッセン州内務大臣から以下の文章使用の認可を受けた。ズ柄、ガラ、銀字に屋根のある橋で結ばれた2本の赤い2階建ての塔。 橋の上に六本スポークの赤い輪。橋の下に槍で刺され、火を吹く赤いドラゴン。本詞の紋章は1972年の地域再編後にそれに合わせて変更されたものである。二つの古いマインツの輪はヨハニスベルク版のマインツの輪としテファンスハウゼンのドラゴンに置き換えられた。ガイゼンハイムは以下の都市と姉妹都市関係にある。 林田広場の母大樹プフェフファーツールでは、その前を通る船から当時基調だった、更新料の形で、通行税を徴収していた。美しい出窓を持つ、この小さな建物は現在、ライン側から200メートル以上離れた、旧市街南東部に位置している。視聴者のすぐ前の林田広場に、この町のシンボルである、母大樹の木がある。この冬菩提樹の木は、樹齢おそらく700年ほどで、 1585年にゲリヒツリンデとして初めて記録されている。この木は1970年代に病気のために上部2番目の樹冠が刈り取られた。7月には聖堂と視聴者との間の通りでリンデンフェストが開催される。ラインガウアー聖堂上館、シェーンボルン城市の西部や東部に古い上館や宮殿がある。ガイゼンハイムの西部、 リューデスハイムとの試者会のライン側沿いに以下の施設がある。ガイゼンハイムは高い密度の教育、研究機関のほかに効率的で安定した経済構造を有している。数多くの商業、サービス業、手工業の業者のほかに国際的に活動している工業系企業も数社がガイゼンハイムに本社を置いている。このためガイゼンハイムは 商業地や工業都市としても重要であった。大口雇用主のマン、ローラント印刷機械 AG の転出が転換点となった。街の経済は数年前から再び安定し、上向きに発展している。ガイゼンハイムーには、フェロスタール工業設備 GMBH が本社を置いている。この会社はエッセンのフェロイコールコンセルンの子会社である。バッフヘンドルフ企業グループは、 約470人を雇用しており、オートメーション化技術及び制御の国際的、先進企業である。家族企業のエルプス例、かつてのガイゼンハイマーカオリンベルクは、飲料製品の製造販売で発展し、従事している。ギャットは、継続的な拡大の過程で2009年に、ガイゼンハイムに定着した。かつてマン、ローラント印刷機械 AG の本社であったアルテ、ベルクハレには、 2012年に合成樹脂のリサイクルに特化した会社が入居した。映画館、リンデンテアターは、現在もガイゼンハイムにあり、業務再開のための統合運営体としての、非営利団体によって運営されている。ガイゼンハイム駅ビースバーデンとコブレンツとを結ぶ、連邦道 B42 号線がガイゼンハイムを通っている。ビースバーデンへは、ライン側の右岸を通って、 鉄道なら30分、地方バスならば1時間で到着することができる。ガイゼンハイム駅では2014年10月3日にポイント切り替え所が閉鎖された。それ以後ガイゼンハイム駅は電子制御の切り替え所につながっている。ライン側のすべての駅がこの切り替え所から遠隔操作される。後からこれに接続したリューデスハイム駅は例外であった。 フランクフルトアムマインの運行センターで稼働している運行サービスコントローラーラーシュタン・ジュートがガイゼンハイム駅の運営を担当している。2005年11月10日、ガイゼンハイムは運転手の主導でアイス1を支援する150番目の都市となった。ビースバーデン中央駅で車両にガイゼンハイム・ラインガウという名前が付けられた。当時の市長マンフレッフェデレン当時のワインの 女王ミハエラ・ハンスによって命名された。この車両は、アイス1台2シリーズの第162編成である。2007年から、ラインマイン交通連盟はバスで、マリエンタール、ヨハニスベルク、ハルガルテン、プレスベルク、シュテファンスハウゼンと、ガイゼンハイム等を結んでいる。不定期に、小さな客船がつく、船着き場もある。ヘッセン広域自転車道、R3 号線の別ルートである。 R3A 号線が市内を通っている。R3 号線は、シュペートレーザーライターの痕跡をたどるというモットーの、下、ライン側、マイン側、近地日川沿いを走り、古田を通って、レーン山地の端まで伸びている。エルトビレまでの最初の区間である R3A 号線は、ラインガウアー、リースリングルートを通る。ガイゼンハイムは、様々な学校が集中しており、 シュールシュタットと呼ばれている。ガイゼンハイムには1872年からワイン製造と造園のためのガイゼンハイム研究所がある。この研究所は1970年代初めからガイゼンハイムに学科を有していたビースバーデン専門単科大学と共同研究を行っていた。この研究所の重点分野は造園とワイン製造及び飲料工学であった。 ガイゼンハイムの学科は2013年に1月1日にガイゼンハイム研究所と統合されてガイゼンハイム単科大学となった。このヘッセン州で13番目の単科大学は、いわゆる新タイプ単科大学で応用研究及び基礎研究の学士課程、修士課程を伴う実践的学校教育を行うとともに、博士課程をも有している。この短科大学を有していることでこの町は、 ヘッセン自治体法第13条第2項に基づき、候補修列したとの称号を与えられた。ヨハニス・ベルクの州所有のハンゼン・ベルク城は2003年にヘッセン州から特別な実績と社会活動の義務ナジウム上級学年学校として、寄宿制学校に改築された。ありがとうございます。